こう行った後にこのままチェアに行くんですけど、このまま背中に入るとさっきの自分を初めて体を流し込めばできる。で、体を倒しきったところでどこでも止まれるように胸を開く。で、開ききったら今度逆の脇を入れることでこっちに空間を作ってあげて、チェアに入ってグライドして中、これがどこでも途切れない。途切れないです。ただこれで伸びてこの頭だけに乗った、頭だけに乗ったところに初めて体を流し込めばできる。体を伸ばすとどうなるかというと、そのまま帰れます。でもチェアに入るとこちらしまいます。で、この足を支点に走るような動きをしてあげると要はグライドが生まれます。それで背中に入ったり、でそこから走ってこっちに入って、じゃあこれをやったまま、はい、え、巻き足スケート。